答申には、制度の安定性を勘案し、中間年には都道府県への議席配分を変更する大規模な選挙区の見直しは行わないこととしているのでありまして。衆議院の選挙制度改革について、公明党は速やかな急増15減の議席配分の見直しを求めていますが、安倍総理大臣は当面は有識者の答申通り、アダムズ方式は使わずに定数を10削減する考えを示しました。2020年の国勢調査で大規模な見直しを行う考えを示しました。その理由として、今見直しを行っても5年後に再度見直しを迫られることになるためとしています。